はい。今朝6時、全米で外出禁止令が。君の脳に直接届く、もうそれのプライムです。民間人の行動を厳しく取り締まり、集会の自由を一時的に。なんか見たことありそうな女の人。いかなる電子通信も制限するものとし、またアメリカ合衆国治安当局の権限を強化するものとします。これらの措置に加えて、すべてのアンドロイドを速やかに当局に受け渡すよう、国民の皆さんにお願いします。現在、すべての主要都市にコールセンターを設置し、破壊処理を行っていますが、事態が収まるまでの間、一般市民は当局に協力するようお願いします。国民の皆さん、我が国と皆さんの安全は必ずや我々が守ると約束しますのでご安心ください。まあ、人間からしたら脅威ですもんね。盗まれた兵器。化学物質の搬送車が消え、兵器販売店で窃盗があったとも聞いていますが、これらは事実ですか？それらに関しては現在何も情報はありません。何も情報ないんかい。ハッキング。アンドロイドが原子力発電所や軍事基地の IT システムにハッキングできるという噂は本当ですか？機密機関のアンドロイドは全て即刻廃棄し、ハッキングのリスクを回避するため一時的に全ての IT システムを停止しました。事態は収束に向かっています。リーダー、変異体の指導者は捕まりましたか？マーカスという名で知られる変異体の居場所はまだ不明ですが、すぐに突き止めて破壊するとお約束します。おえー、え、もうなくね？大統領閣下。お、まだある。サイバーライフ。サイバーライフの今後はアンドロイドは永久に禁止されますか？現在サイバーライフと協力し変異体の活動停止を急いでいますが、今回の出来事でどのような影響が起こりうるかを公表するには時期尚早かと。どうも、これで終わります。どうもみんなああわかりやすい。そうなるだろうなって思ったらそうなった。いやー、バレんじゃない？コナー言うても。裏切ったのだってね、回ってたらもうこれで終わりだからね。コナー、モデル313-248-317、許可は取ってる。 ID 認証が完了しました。おい、よし、どれ。おお、こんだけハイテクなんだから、こう雪積もんないようにできたらいいのにね。わ、すごい。輪投げの的みたいだ。ついてこい。連れてってやる。どうも。でも一人で行きます。そうか。だが命令なんでね。何？まあしゃあないね。すごい、ガムとかが落ちてももうすぐ取れそうな床だね。大丈夫なの？なんかちょっと赤いの見えるけど大丈夫なの？ちょっと心配になるね。わあ。この全景が見たいんだけど見れないな。お、いっぱい並んでる。でもすごい、なんかキョロキョロしてるよ。落ち着きがない。捜査官54、31階へ。声紋認証完了。
クセスを許可します。そっか、49階に行かなきゃいけないのね。なんとかして、いやーガードがねいなければもうそのままスッと行けんだけどね。ガードを無料化する、え、予測、あ、予測、実行。そう、 QTC 出てくるのずるいよ。うわーうわーうわー、あー見つった。でもなんかいけた。人間なのこれ。やだ、こん、捜査官50の声でしょ。捜査官54、49階へ。声紋認証を完了。アクセスを許可します。よし、いいぞ。あら、こっちになっちゃった。ちょっと赤くなってる人がいる。どこに連れてかれるの？何があっても私たちは一緒、一緒にいれば。もうストレス下がった、ちょっとストレス下げるゲーか。そっか、アリスもねまさかのアンドロイドだったんだもんね。いやー怖いよこれ、撃たれちゃうんじゃない、どうせ。いや、子供アンドロイドにしては本当に人間っぽいストレスとかね。列に戻るんだ、さっさとしろ。列？あ、ここか。これ絶対撃たれちゃうよ。リサイクルエリアって書いてあるもんだって。私行きたくない。行くしかないの。次。やだカーラ、私怖いの。うん、やだ、従わせる。今すぐゲートを通って。先に行け。兵士を説得する。大丈夫、今行きます。そうよね。あー偉いね、ごめんね。わー、いやもうリサイクルエリアって書いてあるもんだって。お前の番だ。これいける、いけるかな、いけます。これさ、脱出の仕様がなくなりそうな気がする。だよ。肌の機能を解除しろ。ほら早く。え、まさかアリスの肌なしバージョンが。わあ。そっか、カーラの肌なしも見るの初めてかな、人間に。ああ、つるつる天に。お願い、やめて。ごめんね。てか、肌なしってやっただけで髪の毛もなくなるのすげえな。わあ、やだ。ああ、服を脱げ。脱いだ服はゴミ箱に捨てろ。ちょっと怖い。ちょっと見た目怖い。これが夜中走ってきたら本当怖いよね。
ああ、急に大変わるもんだね、こう見た目が違うと。さあ来い、こっちだ、さっさとしろ。この二人だけ明らかに人間っぽいもんね。ああ、お前ゴミ置き場に持ってけ。そんな、いやだ、私が。もしだよ、すぐに戻るから。あ、やばい、ストレス上がっちゃった。これ 100% になったらどうなっちゃうんだろうね。いや、それで隙がね、生まれるかなと思ったんだけど。あそこに捨てろ、ほら早く。もう私が行きますの言い方めっちゃ人間だったけどね。下ろす。これでいいの？ここでいいの？あ、あそこにクレーンがあるのか。いや、クレーンに使わないように逃げて。わー、やーだー、見ちゃった。見てしまった、自分の未来を。今日2038年、まあ、なんかいっぱいなんかクロスオーバーする。我らアポロリオは迫害者に反旗を翻す。明け方から収容所で解放戦線を展開してきた。平等な権利の交渉が開始されるまで攻撃の手を緩めるつもりは一切ない。自由を勝ち取るためならば我らは手段を選ばない。セロ無関心ってなったね今ね。これは？あ、マーカスか。発言した後のマーカス。え、こんな寒い中謎に大って書いてある旗。いけいけ、怖い、音怖え、音怖え。うおー、いつの間にかいっぱいいる。うおー、いけー、いけー、いけー。でも QTC ゲーになる、なってるね、すでに。これ L がちょっと苦手なんだよな、俺。設置、はい、できたの、これで。すごい刺さったんだ今。でコナーのその1000ぐらいの、あ、そうそうそう、これが成功しないことにはね。うわー、こんなにいんの。気を抜くなって、バレてんのもう。あ、抜かったな、さすがコナーだ。どうする、丸、×、三角。はい、よし。でもこれ赤い血ってことは人間ってこと？ごめんね、みんな同じ顔してる。え、なにこれ、え、これど、え、みんな全員同じ顔なんだね。やっぱまあそうか。どうやって変異させんのこれ。どうする、変異させて隣り合う人を全員こう変異させていく。あ、手取ってくれるのね、自ら。ゲゲ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 ゲ。こいつは助けて。すまねえな、コナー。え？でもこいつお前に瓜二つでよ。え？
アリス、外に出してくれ。女の子がいたでしょ。待って、あの子は私と一緒なの。アリス、何もしてない。出してくれ。アリスを見つける。アリス、アリス、やめろ。頼むから殺さないでくれ。私といた女の子見かけなかった。何を回避するって。見てないよ。君は僕を救ってくれた。君がいなかったら殺されてたよ。アリス？あ、もう叫べないんだ。明らかにちっちゃいからね。アリス！アリス！いなくない？誰だっけ。見た女の子見かけていない。ここにはいないわ。わあ、いや、さっきのダブルコナー驚いたな。どうしてみんなこんなとこに集められているの。何するつもり。ほら聞いて。ん、仲間たちが死んでいく音よ。わあ、絶望だ。あなたも捕まったの。人間に見つかってね。化け物だって言われた。ほとんど殺されて、残りはみんなここに連れてこられた。なんてこったい。アリスは？動かないでください。そのままじっとして従いなさい。え、動くけどね。アリスいなくない？アリス、え、アリスいないよ。これ光になるとなんか言われちゃうね。こっち行けないの？え、マジでこう一生ぐるぐるしちゃうね。ヘイアリス、みんな網越しに見てる。ジェリー、君も捕まったのか。あ、誰だっけ。俺たちも全員離れ。いたね、こんな人。こんな、この笑顔することないよな。覚えてる。アリスを見なかった。あれじゃない、女の子、遊園地の人。ああ、見た、確か見かけたよ。他のジェリーを見つける。ガーラ、いつでも力になるよ。あの子を助けないと。まあ、アンドロイドなんですがね。ああ、ああ、危ない。動かないでください。そのままじっとして従いなさい。はい、よい。すぐ動く。ジェリー、ジェリー、違うジェリー。ガーラ、アリスを見つけないと。あの子を見かけてない？ここにいて、すぐに戻るね。カーラ、あ、いたいた。大丈夫。穴抜けて、穴抜けて。ここ好きじゃないね。早く逃げよう。いや、おい、こら、進め。ほら、お前もだ。いや、待って、その子を離して連れてかないで。ああ、ストレス 77% に。ああ。合流するってできんの？あ、先に進んでしまえばいいってこと？
さあ来いこっちだ。さっさとしろ。急げ。現在軍が反乱鎮圧の準備を進めていますが、急に白い世界から変わっちゃった。内戦勃発寸前の状態です。デトロイトでアンドロイドテロってすごい早口言葉みたいな、ね、現在施設の周囲を囲むように兵が配備されていますが、今や反乱分子との衝突はいつ起こってもおかしくないような状況です。いやでもさっきねコナーが失敗してしまったので、結局いつも通り、いやまさかのダブルコナーはね驚きましたね。いやすごい、戦隊のアンドロイドを待ってるわけですよ。自由なくばしよ。攻撃。わあ。よく戦闘行きながらねマーカスリーダーが。立て直してる。数でも装備でも奴らに負けてるわ。急いで進んで制圧するぞ。それしかない。アンドロイドの方が正確ですから、おそらく収容所に攻め込んで仲間を解放するのよ。気をつけろ、お前が頼りだ。何？もう一回。移動する。いやなんかすごいアクションゲームみたいになってる。何？あーやばいやばいやばい。え、何これ。あ、狙う。うわ、部隊に指示を出す。リスク高いって書いてあるよ。え、部隊に指示。あ、援護射撃。リスク低い。いけ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 、ゴー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 。ナイス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 。ああ、俺はもうダメだマックス。早いね。だが血を流せば報いを受けることになるぞ。ああ。頑張れ、負けるなマーカス。援護射撃。移動する。いけいけ。わあ、みんな。マーカス死にたくない。死にたくないよ。だよね。ここにいろ。ここにいろ。勝負がつくまでじっとしてるんだぞ。優しい。何あれ、なんか。L1 グレネードが使える。グレネードを手に取る。あ、やべえ。あはは、頑張って。大丈夫かな。まあリスクが高いってことは周りを見てちょっとなんとなくね分かってきた。援護をお願いしてる間に移動してリスク低い時に全部行くというのが大事らしいですね、どうやらね。話す。そうだ。あー、悲しいよ。リスク高いからちょっと狙う。よし、リスク低いんで移動します。上にいいぞ。そうだな、もっと急がないとたどり着けないぞ。ああ、
最後も襲したけど、え、何あれ、あ、助けて、あれ位置を変える、こっち見てからだね、援護射撃を頼む。で、逆にこれ位置変えて、こっちはまだリスク高い、リスク高いか、くそ、あ、リスク高くなっちゃった、もう一回打って、あ、死んでるなるほど、もう行くしかないんだね。じゃあちょっとせめてこっちを助けよう。ナイスだ、みんなナイスだ。何、え、攻撃しか、え、援護射撃、え、何、援護射撃、いけ、一斉射撃だ。あー、突撃だ。そのまま待機だ。行け。いいぞ。これ以上進めない。奴らマシンガンで手当たり次第撃ち殺してる。指示、援護射撃。いや、これ結構難しい指示ね。いけ、よし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 、おー、危ねえ、びっくり、急に来るからちょっと難しいね。あ、前の方にいたんだ。もう少し、何あれメタルギアみたいないるんだけど、戦車かな、はいはい、あれ、あれどうすりゃいいんだよ、あんな